ップしんのすけだ。俺だけじゃないぞ、みんなも行きたいって言ったぞ。だってソースの壺を運ぶことになるなんて思わなかったもん。あのソースを渡されてから変なことばっかり起こってる。風間くんがお姉さんに頼まれて鼻の下伸ばして引き受けちゃうからだぞ。え、一人じゃ何にもできないくせにカッコつけるからよ。あ、だって困ってる人を助けるのが春日部防衛隊の役目だろ。困ってる人のために自分たちが困っちゃったら元も子もないよ。ブあ、分かったよ、解散だ。だいたい春日部防衛隊がなければこんなことにならなかったんだ。春日部防衛隊は解散だ。ようこそ、春日部防衛隊のお子様たち。おじさん誰？俺たちのこと知ってるの？もちろんです。私は遠距離グルメ機構最高責任者、グルメっぽーい。グルメっぽい？グルメっぽーい。おー、君たちはお子様ながら永久グルメラバーズ3人の手を逃れることに成功しました。そのご褒美としてこれから永久お子様ランチをご馳走しましょう。お子様ランチ。その前に私に渡すものがあるでしょう。お食事は君たちの大事なものをいただいてからです。これは渡せないぞ。ちんのすけ、お子様ランチが食べられるんだからそれはもういいだろう。そうよ、早く。それもそうですな、うん、おい、オラの大事なチョコピー、ちょっとだけよ。くだらない冗談はやめて、さっさと剣のソースを渡しなさい。剣さんのソース？見なさい。剣さんだ。 B 級カーニバルも残るは奴の店だけです。ソースの剣と秘伝のソースは私の永久グルメ化計画にとって最大の邪魔者。永久グルメ化計画？何ですかそれ。いいですかお子様たち、食事は芸術なのです。音楽を奏でるように料理し、絵画を描くように盛り付け、そして